こんにちは、金沙流柳原料理教室の柳原直樹です。私の美味軒さんの一皿は若ぼちゃの取りあかけです。若ぼちゃはねっとりと仕上がるのがこの煮物の特徴になってきます。ただただ単に普通に煮てしまうと水っぽく仕上がってしまうから煮方があるんでね、そこをやっていきましょう。で今日はこの宮崎名産の日向かぼちゃを使ってそして作っていきます。それではやっていきましょう。若ぼちゃは洋かぼちゃほど硬くないですね。パカッとこう取ってください。皮を剥くんですけども、このかぼちゃは厚めに皮を剥いていきます。こうデコボコしてるんで皮残りますからね、はい、という形で一面剥きといって一回でスーッとこう剥いていきます。こういう形でね、そうするときれいにこう跡が残るんですね。深いところはこう皮が残るし、こういうふうに切っていきましょう。はい、薄くコメント取りしてください。でこういうね、皮が残ってる時はこの皮のところは面取りする必要はありませんからね。皮のところは飛んで面取りしてます。あとは種はね、つけたままいますからね。この種も柔らかく美味しくいただけます、ね、こういう状態になりましたんでこれを蒸していきましょう。続いて鶏あんを作りましょう。鶏あんはね、ひき肉でもいいんですけど、今日はささみを使います。ささみの方が、まあ、油が少ないんで、さらりと食べることができますね。元の形がなくなるぐらいまでしっかりと叩いてください。ここで叩きが甘いとこう大きいね、ゴロゴロになってしまったりしますから、ね、そこだけ気をつけてください、15分ぐらい経ちましたかね。細くして確かめてみましょう。スッと入ればいいですね。こっちからスッと入りました。そしたらもうこれで大丈夫です。そしたら取り出しましょう。若ぼちゃの煮方のポイントは砂糖を少し多めに煮ていくというのが大きなポイントになります。やはり水っぽさを取るのはね、砂糖なんですね。なんで砂糖を少し多めに使っていく。で落とし蓋をして全体にまず砂糖を含ませます。はい、かぼちゃがもうすぐ煮えるんで鶏あんを仕上げます。小さい鍋にだしを温めてください。でそこに醤油、薄口醤油とねお砂糖を入れて味をつけます。あんのだしがね沸いて調味料が溶けたら、ここで先ほど叩いた鶏を入れます。ここでポイントですけども、一度火を止めてから入れてください。熱々のところで火を止めることによって鶏には微妙に火が入りながらこうほどけていくわけですね。そうすると我慢ならず綺麗な餡になります。ほどけましたので一度火にまた再度かけてください。餡をつける前にバッグを一回取ってから片栗粉で餡をつけていきます。汁が半分ぐらいまで煮えました。こういう形で美味しそうでしょ。よいしょ、ね、ドーンと入れます。この種が美味しいですからね、またね。そして少しこの煮汁を張ってください。そしてこの餡をかけましょう。これで若ぼちゃの鶏あんかけ出来上がりました。次の料理の方はこちらです。